どうも、かんしろです、こんばんは。今日はありがとうございます。ちょっとこの並びが嫌なんで変わってもらえますか。ちょっとこういう舞台でこういう並びはちょっと恥ずかしいんですけど、まあ本当になんか見たようで全く見たことがない、そういう時代劇になったと思います。はい、DNA ですね。はい、はい、どういうことですか。まあこれはまあ今回のテーマでもある、まあ人をまあ受け継ぐっていうことでもありますし、まあ横に父がいるのであれですけど、まあこの忌々しいふざけた佐藤家の DNA をですね、100年後も残してほしいなということで、こら僕も頑張りたいと思います。はい、佐藤さんと寛一郎さんがこう川屋の扉越しに会話をするというところ、これ見た方必ず皆さん挙げるその共演シーンになってましたが、佐藤さん、その共演シーンに関してとってもあの重要なセリフもありましたけれども、いかがでしたか。あの、まあ、扉を隔てたこちら側とあちら側っていう映画の中の表現っていうのは大概こう叙情的であったり、なんか切な的な最後の別れであったり、そういうシーンが主なんですよ。で、非常にポエムなところなんだけど、今回は片や川屋で生き見ながら、その生きんだものを待ってる男、それが数ページにわたって会話をするっていうシーンがとっても面白くて、僕はで最後服とこまで始末まで前から服か後ろから服、どっちでから服とかっていうのを監督と話しながら、もう本当に楽しかったですね。で、本より少し長く気張らせてもらったんでね、まあ、セリフの長さとの関係ですかね。で、ちょっと内側にいて、で、ああいう話をするというのが僕は非常に面白くて、うん、で、最後にその話として世界っていう括りになっていく。で、自分は結局世界から置いてかれていく日本人の武士の僕は最後を迎えるわけで、なんかそこら辺のところが非常に僕は面白かったですね。少し読んでいただいてよろしいでしょうか。はい、ではセンターご覧ください。オフィシャルのカメラがあちら。はい、席の方も振っていただいてありがとうございます。